その反動ですかね。かもしんない十分で強い。すね。ちょっと、進藤さん、強すぎっす。頑張れ。ミス頑張ります。ナンバー。まあ、時間的にこれがラストかな。まあ、君2013年ぐらいのやつかな。ヤレットさよなら打ったんだね、わら。頼れに任せろ。赤ちゃんの頃言ったんだよ、多分。使えないのに強いクズ、振動。サクサクセスですよね。さあ、右なじみ、右お願いします。そして、なんで山口さんとパワクロ君の証言が食い違ってるの？今来ました。お、いらっ僕らしゃがい。隠してたことを全部言うよ。ラストは勝ってね。ラスト勝ちたいっ疲れすて横ね。になってたら寝落ちしてました。おい、それは寝た方がいいんじゃないですかね。お疲れ様です。今日さよなら打ったギャレットに一言お願いします。いや、ギャレット最近山調子口いいでとす。パワクロは仲悪いだよ。クライマックスシ負ーズけンたね、らその調脳子1で。回。期待ましてさまかすのよ。4周目。振動来たら練習するのもありかと。帝王で負けると見た。ちょっと待ってね。進藤来たら練習しますわ、次。ちゃんと練習しよやり続けると名前の入力ごとさえめんどくない。う。そう。ほんとそれ。ちょっと待ってね。松坂作ってください。松坂？松坂。松坂はなぁ。復帰してからですかね。どうすっかな。実は縦にして、コンボイベントなんでし覚えたってなけ。いと思うけど、高野、友沢とみやシューびちトのゃんコはツ、レ海ベル外5、にいけたんだ。呼吸、打球反応のコツ、レ言っベルて4、たリんリーだ。スレベル3。まあ、微妙。いけたんだ、わら。ヒンそトんもな上手記く憶読むのないか。よ。切り切そうらないしそう。な。コンボイベントが困る。ギャレット最初は外れかなと思ったけど当たりだった。今来ました。あ、今来た？いらっしゃい。島田よりも福屋かな。ああ、確かに言ってたよ。どうします？小高。小高ありだな。小高。小高もありなんだよな。進む外して小高取って。いや、進むか。小高ショートで少使いします抜けか。ます。あ、了い解でつ、どす。こ、なんで。ピッチャーは、そして、コ日ンボ本イにベン戻ってト、きたジガちゃんが時差ボケしちゃっ微妙だて、もんな。何時ぐらいに終わりますか。何時にプ終ラわりンます教かえて。ね。ひとまず1回戦ラグナロク、2回戦スルメダイ。ですかね。コンボイベントが少し足りないね。まあ、いった。勝ちに行きますわ。勝ちを狙います。勝たなきゃダメだ。お、初期能力が結構高め。これは頑張れってことですね。頑張ります。みやびちゃんがその勢いでおかしくなっちゃって。来た、ラグナロもうク。すぐ2時間お疲れ様です。え、お疲れ様です。また戻ってきます。今だけ抜けます。お、了解です。ギャレット好き。ギ自ャレッ作自トいいっ演す野郎ね。の話は。まあ、これでいっか。こん進めばをんキャプテンには。しよう。あ、こんばんは。お疲れ様です。何のこと。今来たー。腹今来痛。た、いらっしゃい。バワテスにも天才精度欲しいな。腹痛大丈夫？ボス天は才精大度。西から借りて天きた才機精度、械で、確かにそ欲れしいをです直ね。そうとしたら、それはダミヤビちゃんのことだよ、ポリポリ。自作自演野郎なんていないよ。いいボールだ。変化球が切れています。投げました。やべえ、直球もう。空振り。これで追い込みました。さあ、マー君。みやびちマーゃん君が気頼むを失わ。って今に至る。マー君ね、防御率今3位に落ちちゃいましたけど。
頑張ってね、最優秀防御率取ってほしいですね。はじめまして、こんにちは。あ、こんにちは。スライダーもつけますよね。スライダーつけますよ。高速スライダーと高速シュート。海外に行くまでの記憶は残ってるはずだけど、何も残ってない。田中の顔戻ってる。こんなんでいいかな。さあ、マー君頼むぜ。微妙な感じに。マジでね。皆さんの言ってることが食い違ってますよ。特殊操作は下手くすぎる。前剣一六勝。前剣一六勝おめでとう。新人最多日本記録ですよね。日本人最多。機械の副作用かな。ああ、俺が悔しくてその記憶を消した。俺も今から選手作ってくるわ、わら。お、いってらっしゃい。ピッチャーモブだらけ。田中左でも投げれますよ。え、田中は左でも投げれる。マジで。ブロック狙い。あかんわ。ごめんなさい、みやびちゃん。違うよ、自作自演野郎がみやびちゃんは、また違う話だよ、ポリポリ。僕と川黒くんは仲が悪いからね。ビーグロ X ピーク狙いブロック狙いブロック狙い。バワクロくん嘘ついたの。全剣やばいな。ついつい違う話に。コンチャース。オッケー、ナイスヒット。いいつけなんだって。いいつけね、まだ出てない。お互いを邪魔してしまうんだ。とりあえず、いいつけ対象選手を。ね、ポリポリ。いいつけ対象選手をちょっといきます。ナイスバッティング。だから草の日の鋼ですね。たまに固まります。する目で。明日休みだ。あ、固まります大丈夫。いや、そういうことじゃなくて。いやー、まず投球操作がクソ。バラクロの野郎は、これはあかんすね。ブロック狙い。頑張んねえと。嘘、ついたの。日ハム首位だよね。日ハム首位おめでとう。俺も、昨日マー君作りましたよ。マー君作った、いいね。いいっすね。さあ、変化球でアウト取らないとね。オッケーオッケー。マイケン。マイケン、前作ったマイケンは強かったな。僕ももうすぐ買ってもらいます。お、買ってもらう、いいね。面白いっすよこのゲーム。月曜日まで休みなし、わら、わー、行きたくない。休みなし、大変ですね。ああ、そうだよ、嘘ついたよ。お、ヒットラッキー。山口さんを貶めたくてね、オーバーバー、逆三角オーバーバー。俺ってそういう人間だから、さようなら、みやびちゃん。もう自虐ネタすぎる。買ったら、田中作ります。お、田中作る。いいっすね。強いマー君を作ってあげてください。まあ、それともマサルじいちゃんの方かもしれないけど。ほんとこいつはよ。ここミレイちゃんアウトになって帰ってきたよ。記憶は俺が消した。茶番ドロドロしてておもんないから、ちょい展開変えて。相手エラー多いなわん。とても田中コントロールいいですよね。カンタラ コントロールめっちゃいいですよね田中。そんな山口さんの評価下がりました。このクリーンナップ声、ああ、もう山口さんのギタギタにできるチャンスだったのに、みんな、今までありがとう。山口これでいいのか。どうだ？ラッキー。これはツーベースかな。一人アウトになります。田中がいなくなって楽天しょぼくなりましたね。楽天ね、日のエラーを。楽天なかなかに打線が、投手陣もちょっと不安ですよね今。嫌え嫌え。まあマー君抜けたその次の年に なんで投手補強をしなかったのかなっていうふうに思いましたけどね。みんなで、ドラミさんのマー君会を成功させましょう。ありがとうございます。何ファンですか？
頑張ります、本当。どうやってるんだ。俺は赤なんだよ。巨人とにキャンファンです。4周目。今4周目。全国1号球欲しいな。他人を裏切り自分は助かろうとする。最低ですよ。あのな、本当は宮城ちゃんは変わってろと。楽天はこれから上がりそうだから、楽しみな球団の一区なんだけど。なんかとんでもないことに、まあ、これからっすね、楽天はね。バワクロ君と月通か。当時はあまり悪くはない。打線がね、牛尾さんにスタンガン。まあ育成しないってあるんですね。山田哲人2年連続トリプルスリー。牛尾さんダメだ。ああやべえわ。僕も日ハムファンです。ビリリ一般的よね。え、何ですか。すごい気になります。若い球児たちがたくさんいる。キノ君っ子、俺と親友というだけだよ。ドラミさんの生放送黄金伝説スペシャルに負けないくらいおもろいですよ。黄金伝説大谷164キロとかやばいな。わら大谷164ですもんね。やばいよ本当。よっしゃ。大谷メジャー行ったら年俸34億らしいですよ。34。いやあ普通。34。そんなの知ってるよ。嘘ついてるでしょ。顔に出てるよ。一番のおっさん球団どこだと思いますか。おっさん球団ってなんだ。ファイアーボールマー君。それは残像だよ、山口。阪神も好きですが、今年弱いですよね、アクセント。アンダーバー、ね、アクセント。まあ、今年は仕方ないとしたな。でも、山田けが中にタイトル抜かれまくったからな。リベンジということは、前回、ミスりました。阪神が復活するための条件は何でしょうか。キノ君エラーの達人。本当は、こんなの牛尾さんにスタンガン。エラーの達人はマジでいらない。阪神はフロントが微妙。俺が宮城ちゃんにどんな嘘をつくというんだい。俺に宮城ちゃんに嘘をつく意味はないでしょ。本当は、ごくり。ビビリ。今年のドラフト候補ダメですかね。今年は勉強の年だったんじゃないでしょうか。今年のドラフト候補は、田中じゃないですか。ライトゴロ連発、わら。ライトゴロ連発。阪神 FA。今回の宮城ちゃんは本物。さあ、ドラミさんの配信見ましょう。お、ありがとうございます。福谷ヒットになったらいいな。とりあえず満塁。寺島もいいですよね。田中は怪我持ちだからどうなるか気になるな。なんかお花畑が見れる。あ、おばあちゃん、また。ゲーム変わっても、実況の声変えてほしくないな。飯食ってました。実況の声。あつ森の声、そのまま引き継いでほしいですよね。堀。高橋拓実って知ってます。ん？高橋拓実さん？ちょっとごめんなさい、わかんないですね。ヒット何本打てば最高経験値なんですか。とは、まあ、場合によりますけど、10分ぐらい打てばね、はカープに結構な経験値もらえますよ。牛尾さん、なんで牛尾さんをみんな僕苫小牧に推薦で行くんですよ。苫小牧推薦いいっすね。すまん。野球するのかな。鈴木誠也今日もホームラン。鈴木誠也かみってる。鋼取ります。この機械で記憶を。草野取ります。野球しまさ勝利おめでとう。野球あざっす。ひとまず3点差で勝てた。スルメ来ないかな。国会からプロ行ってほしいな。計10本ですか。それとも自動操作も。いや、自動操作は含まれないですね。経験点はね、盗塁のみ自動操作も含まれるらしいんですけど。マイライフしながら見てます。あのヒットとかは、ヒットとかの経験点はね、
田中もトマトマイなんで親近感が湧きます。プレイヤーが操作されます。日野くん、安定の補給1号、笑。する猫ね。水野は使うところがなさそう。ただいま後ろの生体反応がなくなりました。マジか。菊池にメジャーで活躍してほしい。なぜって私と立川は悪だからね。個人的にカープは1位に山岡、2位に野手で3位に森くん取ってほしい。以下省略。ポジションいないのは高橋匠さんは、遠いに横浜のエースで僕の中学の先輩です。気の使いたくない、わら。ファーストとか外野一人。その機械何もしてないじゃないですか。スタンガン使って謎の機械とか。スルメー。いや、奪三振の賞を取るのもありだな。バンドさんファーストで使えるし。ヤンキーズじゃない。ヤンキーズですかね。カーブ取ればよかった。自分が野球選手だったらどこ守りたいですか。カーブ。う、あう。カーブ取ればよかったな。牛尾さん、意外とパワテスは強いファーストが少ない。ヤンキーズ行きます。ね、ファーストでね強い選手って言ったら風波とか。これが日野。ヒット3本。OK。学生ですか。中井とかね。あ、社会人です。福屋さん。あれ、俺は何してたんだっけ。草のファーストいけんじゃん。草のファーストいけんじゃん。いいね。風薙はサードも守れて欲しかった。風薙サード守れたらもう内野万能っすね。上。よし、やっていくぞ。立川。あ、今、ビリーグの開幕戦入ってる。俺が山口さんにやれと言ったんだよ。オーバーバー、逆三角、オーバーバー、ミヤリ、牛尾さんは、俺にとって邪魔な存在だからね。邪魔なものは全て以下省略。奪三振の賞取っていきましょうか。日本ハム優勝待ったなしですね。優勝待ったなし。わら。はは。マジで期待してるわ。さようなら、ミヤビちゃん。アクセント、アクセント。いや、カーブ覚えたすべきだったな。山口さん、もうちょっとちゃんとやらないと。すいません、ヤンキーズは何が手にはいるの。気のセンターになってるわら。バワクロくん決心したみたいだな。パワケツボールして、カーブ覚えてなくてアバタイベント見に行っても大丈夫かな。正直シーズン序盤は日ハムが優勝するなんて思ってなかった。日ハム。牛尾さん。本当ね、よう勝ちましたね。宮城にパワクロくんとの何かを教えようとしたら、山口さんと立川さんが、スタンガンで、うん、後半戦の中田翔の活躍がすごかった。あとレアードと。センター日野のホームは飛ばしたくない。センター日野変えとこ。鈴木誠也来年くらい、トリプルスリー行きそう。野球肘なんですよ。すね、乗ってくれ。牛尾さん。牛尾さん、起きたの、なかなかしぶといね。これで、いいんだよな。いやー、さすがに。大谷のおかげだ。高野よりアバタ先発だろ。よほど、日野のエラーが見たいんだな、わらわら。日野センターのまんま。バワクロくん、なんで、バワクロくんだけは信じてたのに。黒田新井は引退ですかね。かな、黒田新井引退しちゃうとどうなんですかね。新井はもう1年ぐらいやりそうな気がする。黒田は、どうなんですかね。まだいけると思うんですけどね。とは言ってみたけど、何にも覚えてないんだよね。辛い三浜田だろ。新井は引退しないと願う。新井はね、本当残ってほしいですね。バワクロくんは私たちのボスよ。日の補給クソ、わらわら。日の補給が15G エラーもかなり厳しいっす。黒がいないとカープの先発若干不安になる。バワクロくん冗談きついよ。俺間に行った、福岡の試合大谷1試合に HR。宮城ちゃんなんかあった。いや、でも、日
広島は結構先発陣揃ってますよね。先発陣っていうか投手が揃ってます。一旦風呂入ってきます。若い選手がいい。今やめるのが綺麗な気もするな。黒田はコーチになる可能性も低いから残念。馬場プロがボス。黒田コーチに。冗談なもんか。俺を信じた君が悪いよ。P アクセント、総アクセント俺は。あ、ログを見れば、宮城が守るから。昨日レジェンジダブルスコア来て、4失点して延長で日野くんに満塁打打ってもらってクリアしました。マジっすか。つえ、それはない。バワプロくんどうする。また、気絶さして記憶を。最低最悪の野球悪魔なんだから、ダブルスコアは怖いな、ほんと。鈴本は能力の割に抑えない。レアード化け物。レアードほんと化け物。ログを消す。もうお前がすぐさっ、うさっ、うさっ。これでスリーアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。キノト、バリリ、どうにかして俺が悪者に。さあさあさあ、変化球でアウト取っていきたいですね。まあでもいいか、ストレッチでアウト取ろう。レアードって昔はホームラン打ってもレアガチャって揶揄されてたんで、なんか頭の片隅にザワクロとミヤビちゃんが付き合っている記憶が。うさっ、延長で1失点して、ああもう無理だと思ったのですが、日野くん信じました。わら、日野くんナイスだわ。牛尾さんがカーン。日野くん噛ってんな。うさ、大瀬良復活を願う。大瀬良ね、復活してほしいですね。文字ありますことは間違いない。小沢大輔さん、柔らかなリストで高野今宮、なんだなんだ。尾形監督どう思いますか。なんでリストが強い。俺は今から悪になってやるさ。今すぐ俺を倒せ。黙れ。ええ、尾形監督は湯を采配しましたよね。バワクロ君だけは信じていたかった。理想の侍ジャパン教えてください。みやびちゃん大丈夫、自分でよければ相談乗ります。柳田日野とヤブモンガイアどっち使う。ドカッパヒットコスカズコソウガイアどっち使うか。いやもうどっちもどっちだな。みやびちゃんで劉備をフルボッコしてきた。キャプテンがバッターボックスです。キャッチャー誰ですかね。キャッチャーまだ阿部かな。3対1じゃ、いざとなったら記憶を。ヒットになる。俺みたいなゴミ野郎を信じる。君を見る目がなかっただけさ。ミヤク、これでいいんだ。アクセント、アクセント。カークファンからは一番カークで成長したのは尾形監督っていう人もいる。うん、侍で今宮菊池のニエルカンみたい。だいぶパワーフェスボール取りますか。いい監督になりましたね。マー君のスクリプトオリジナル球種を作って、それにして欲しかったです。わら、カーブ持ってないけどいけるんですかね。キャッチャー阿部はない。わら、おめでとうございます。キャッチャー誰だろうな。優勝の尾形、俺は事情を知らない。キャッチャーは原口が好き。侍のライトは鈴木誠也ですかね。でも杉谷とかかな。ちょっと落ちます。セカンド菊池か山田かどっちですかね。セカンド先発山田で守備固めで山田をサードに回して、そんな菊池をセカンド。多分無理。山田サードできると思うんだけど。山田サードセカンド菊池。侍で菊池今宮の二遊間みたい。マリリン・マンソソ、ありがとう、汗汗。岩貞、北条、原口。馬場黒くんと付き合ってたって何。セカンド菊池。ファースト山田がいいな。普通に島か杉谷だと思う。それもありだな。島か杉谷か。宮城ちゃん。やっぱ杉谷ですね。そんな記憶は、頭が痛い。あれ、何のこと。はぁ、誰がそんな寝言を言ってるんだい。え、どうかな。何なんだ。ビリリ。ヒットガッキー。やぶったー。さあ、進むくん。打ってくれるかな。何度目のスタンガンなんだ。
侍ジャパンはピッチャーが問題。来年の阪神4番誰やー、わら。こんにちはこんにちは。は、何してんだよ。阪神4番誰ですかね。みやびちゃんスタンドカードを貼った。ゴメスが対談する。山田と坂本どっちだと思いますか。わかんねえな。3番は山田と坂本。1番坂本で3番山田と。3割超えるし、ヒット多いし。うるさい。母校。さ、母校。戻ってきました。よし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 。疲れた。お帰りなさい。阪神の4番は、新外国人と見た。バイ、バイ、キーン。バイ、バイ、キーン。アンパンマンか。何度も同じ手が効くと思った。阪神、バレ。阪神バレンティン獲得したら強くなるぞ。3カオスですね。1番は柳田でしょう。バカな期待なんだ。キャッチャー球種。原口じゃない。うん。こんなやつをかばって。バカなやつだ。後ろに通ったな。登場が4番。2番坂本。カーブ大丈夫かな。坂本さん今日はいつもに増してカオスですわ。ストーブリーグが楽しみだ。ルビーに行くぞ。阪神割と外野は飽和してね。俺がみやびちゃんに手を。ここは、俺に。万能さんと福屋、広角打法パイヒッター逆境丸、筋力バレンティン派が安定感がなさすぎる。国内練習場かな。さあ、あ、あんなところに友沢が、糸い欲しいよ。これもしかしてカーブ取ればキャッチボールしましょう。熱森さん、誰か助けて。ダメだ、もう抑えられない。え、どこどこ。This is Valentine。カーブ今だ。ここでスタンガー威力最大。どうなんだろうな。カーブ取ってなきゃダメかな。鈴本さんいいですともやりましょう。あと大島。本当だ。友沢が。ちょっとカーブ試してみましょうか。ノーをマイナス5個。現金。カーブは70ポイント。パリーグのよりセリーグの方が強い気がす。陽大感天才。陽大感天才セリーグ。ビリビリ。ちょっとカーブ取ります。シュートじゃなくて、スライダー、カーブ、スプリットでいきましょう。取れないかな？俺は。取れないかな？パワフェスボールで自動でつくぞ。パワフェスボール。ファースト中田、セカンド山田、サード松田、ショート坂本、キャッチャー島、内野手筒鉱山。そんな手引っかからないですよ。福留は、ライト。よし、3回戦やってくぞ。中田は今年は外そう。やっぱワールドなんだよな。あ、やべ、眠り粉をこぼした。宮城ちゃん気をつけて。この米読まれてる。蛇島と。筒香、4番ですね。筒香4番。4番新庄、5番桧山。4番新庄。新庄も強いよね。スローカーブのコツはいらない。キレのコツが欲しい。福留は都市的にきつくね。キレのコツが欲しいけど、ちょっとパーフェスボールが来たらパーフェスボール狙います。パーフェスボール来なかったら多分パーフェスボール取れないと思う。ですよね、取れないですよね。もく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 。まあでもジャイロボール欲しいんだよな。西川選ばれロウユ絵文字。ちょっと待ってね。なんという。選手も見ようか。チーム状況。ハンダは外野としてカウントできない。眠い。大丈夫ですか。ちょっと眠気が。もう渡って絵文字絵文字。とりあえずピッチャーは OK、 キャッチャーセカンドサード、ちょっとフロスピやってきます。まあショート OK、 よっしゃー記憶。ファーストがいなくて、あ、ファーストいる。ファーストもいる。内野は OK、 あと外野。外野1人か。外野2人か。熱森さん胸熱シュート投げます。ヤーベンを取るか。タイムスリップして江夏と田淵取ろう。わら、取れるかな。よしこい鈴本さん。やっぱグラビトンの方が強いですよね。ジャイアンか。グラビトンマキシマムのコンボの方が強い。ホームラン。友沢くん。ホームラン。ルーガースーピー。4番山田、わらわら。うわぁ、機械が故障した。ああ。必殺、胸圧シュート。ダブルスコアだけはもうやめてくれ。バース掛布岡田。
わら、ハット、アクセント、エッセ。サード、ファースト。A、ド、アンダーバード。落ちます。あ、了解です。お疲れ様です。順調かな、ちょっと。黄金伝説コンボイベントが今しかないですね。見たいよ。福屋五番、ちょっと手振っておきたいとかマジで。セカンド菊池、異論は認めない。よし、やってきます。いい掛け声です。な、鈴本さん、鈴本さんのキレなら本気声しますな、ね、わら。なんてね、わら。代わりにみやびちゃんの性格が、大門さんに。4番山田も、バッチありかもしれないよ。3番筒子、4番山田とかね、その並びもありかもしれない。ええ。よし、頑張ります。ダブルスコア。センター日野になってる。菊池で賛成。綺麗。頼むぞ、外野が不安。外野は左から筒子柳田聖也かな。筒子柳田聖也。いや強いわ。田中は若い選手が強くていいっすね。機械を直すには大西が。キャッチャーだけかな、まだなんか若いいいキャッチャーがいないの。頼むぞ、スプリット。それより、アバタボール805X 改め投げます。熱森さん。困ります。アンダーバー A。高野松田、折り線でチャック開いてた。わら。チャック。秋山は、かわいい。4番は、筒香。筒香、4番は、まあ、王道ですね。大西。いやあ、中の人は大西だよ。鈴本さん、それ取れる自信ないですぞ。わら。内野は左から山田、坂本、菊池、中田かな。いやあなあ、ドムドム猫 100%。 山田、坂本、菊池、中田。ショートは坂本だろ。いや、ショート杉谷、セカンド宮崎や。みんな20代半ばですよね。内野は丸、柳田、聖也、DH、筒香。日本ハム、大谷、中田以外からも選ばれるといいな。これで記憶を。よし。サードネットとかが入ってないじゃん。20代で4番筒香。侍ジャパンを固める。今来ました。いい、ね、お、いらっしゃい。柳田、柳田は早く怪我の落としですね。秋山署、おなきん、指の骨折でしたっけ。外野中村いいんじゃね。225安定の4番。外野中村か、それもありですよね。代打ありですね。黄金伝説面白い。いやー、ナックル、ミラージュナックル強い。225アンテナ4番。セカンド、中村のりひろ、わら。いや、ショート、友沢くん。セカンド、みやび。ごめんなさい。ショート、友沢くん。山田は2年連続トリプルスリーから。サードは安定のマッチでしょ。あ、DH、筒香で、柳田レフトに回して、センターに丸川、秋山もありかも。あ、それもありかも。牛尾さんのことを忘れせる。カークファンだけど、丸は秋山には勝てねえ、はいはい、わら。秋山、秋山。山田はファースト。そっか、秋山いるな。セカンド山田確定かな。秋山はファースト。チャンネル登録しました。あ、登録ありがとうございます。あとはログを。お、来週月曜日パワクロ買いに行く。いいね、中村明がセカンドか。パワクロ買いに行くのはいいね。こう見ると日本はまだやれると思う。うん、日本強いよ、ほんと。なんだと？ついにやりやがったエラー。ついに日のエラーしやがった。さあさあさあ、気をつけて投げていきましょうか。打たれた。今シーズン巨人は坂本がいなければ4位とかもありましたよね。そうですね、坂本がいなかったら、てか打線がね、去年の調子のままやったら、センターは丸、中村明選手は一塁から外野は、坂本は打率ぶっ壊れてる。巨人5位とか最下位とか言えたかな。コメント聞いてくれるの嬉しいんで登録しました。あ、ありがとうございます。俺チャンネル登録した。いや、ひどい。今年なんとも言えん微妙な成績だから若手に回してほしい。ダブルスコアなんだよな。ご覧さん、登場コメントどれがいいですか。やっぱり杉谷や候補ある。浅村もっと日の目を浴びていいと思う。朝村ね。レッツズエンジョイザボールゲーム、ボルクス。お、レッツエンジョイ、エンジョイザボールゲーム。パワフェススローカーブ投げますよ。アイ、ジェ、アイエンジョイ、3番、金本、4番、木山、5番、成安。アイムエンジョイングディスゲーム。鈴本さん、それ強化すぎ。
絵文字楽しいっすわ。こんばんは。いやー、ナックルは暗いぞ。よし、杉谷はリアル野球版日本代表だろ。 DH は大谷翔平。活躍するのは岩田みたいなベテランが気がする。いやー、いいか、やべ、ない5分寝ます。ほぼ5分寝る了解です。パワテスボールじゃなくてパワテススローカーブ。パワテススローカーブ。やっぱり新井の真似する今なりを作ろうぜ。ミラージナックレイグな。かわいそうな菅野防御率 1.9 なのに9勝という。でも他の村田、阿部とかも頑張ってるよ。絵文字。2003年の日本シリーズ好き。これで2桁いかいけなかったら菅野マジかわいそう。大丈夫かな。宮部ちゃんの記憶は平和だ。一点文字だけ見ればワールドとレッドエンジェルズと間違えるな。絵文字。マジね。あとは起こそう。能力高いっすよね。菅野はしゃあない。あれ、なんか小山寝とるな。簡単です。バワテスのエフェクトのスローカーブです。育成的な問題で若手を取る傾向あるからね。日本代表。いいっすね、それね。おやすみ。育成の意味合いもいいと思いますよ。メジャー勢帰ってくれたら優勝待ったなし。まあ、ペチャーってね。バワプロ1号やったら、打撃がめっちゃ下手くそになってた。わら。沢村が燃え寄りたら。打撃今不調ですね。緩急つけたら強そう。ドラミさん、歯磨きまして。なんてなんて。また一波乱なりそうな予感が。コメントをスキップします。歯磨きますか。さあ、ブーメランみたいに、投手の手元に帰ってくる、ブーメランスライダー投げましょうか。え、それってストライクじゃなくね。青木が外野の1枠には入るかな。オッケー、ヒット。横見なくヒット。次の生放送いつですか。青木が外野の人枠入るかな。パワフルフェスティバル。次ね、パワーポイント溜まってるやつ。メジャー枠誰が来るかな。やめんか、やめんか。前剣来てほしい。かなり少ないんで。ダル前田田中が先発してほしい。ミラージマークルー。絵文字。わら、ダル前剣田中が先発。監督誰やっけ。つえば。あ、あれ。WBC の監督はちょっと怖い。今作って食事中なり。ちょっと怖いですね。気をつけましょう。みやびちゃん。むにゃむにゃ。頼むぞ。今季村田復活したな。村田復活しましたね。おい。または直角に落ちる方式。え、単なる印の実況は。カーリー。絶対打てね。村田すごいね。ならば。村田は勝ちが。マジか、タッチアウトすべきだった。エースはマイケンとマークの抑えになるかな。まあ、いっか。小山起きて。ロックオンなしだとミラージュ担ぎもしないやつもりですぐわ。ドラミさんに蹴る。村田は契約最終年だから。マジか、村田契約最終年。頑張りましたね。ただいま、あれ、4週目ですか。4週目入ってます。こっちの方が良かった。オッケー。行くな。行くな。超えるなぁ。抑えが一番良い投手じゃないとね。眠り子なんて強いなぁ、絵文字。この機会を使えば、人の胸の中に入ることが可能。え？さあさあさあ。横浜村田爆誕、わら。今、声が聞こえたような。わら。抑え中崎、わら。絵文字、友沢君。最終回に大谷164キロが出てきたら打てないと思う。大谷164キロ。すみません、パソコンの、わら、相手がやばいことになっている。大丈夫ですか？待てよ、どうする阪神。日ハム首位浮上来たね。そろそろ納得のいく。マー君作りたいですね、わら。ですね、もうマー君早く作りたい。しかし、一度入って3時間経って戻ってこないと。死ぬ。安定感だとロッテ石川。中崎ロッテ石川ね、岡山出身なんですよ。あとはじゃあ敬遠球がインローストライクになるカーブかな。今季の成績的にすみません、自分も英検迫ってるんで勉強します。しばらく取れないかもです。了解です、英検頑張ってね。ぜ時間が空いたら来るようにします。あ、待ってます。お待ちしてますよ。去年と比べて巨人打撃が良くなったな。巨人打撃変わりましたね。小英検、わら。もう別チームみたい。打撃成績だけ見てみると。友沢君と。あかんね、フォアボールだな。よし、オッケー。よし、オッケー。山口君、パワプロアプリやってる。英検頑張ってね、むにゃむにゃ。大谷は打者で行くか、投手で行くか、どっちだと思いますか。
阪神の原口選手は、母校の隣の中学出身ですよ。ここまで打撃が。熱森さん、超新魔球改め熱森シュート投げます。わかりました。俺一人の命で解決するなら喜んで受けますよ。コメントをスキップします。鈴本さん、それ強すぎない。ちょっとタイムです。絵文字、絵文字。ちょっとこの絵文字ばっかのやつは。絵文字、絵文字、絵文字。以下省略。間に合わなかったか。コメントをスキップします。小山、寝ながらか。うわぁ。嵐ダメ。よし、フォアボールがでかい。絵文字、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 以下省略。ブロック。絵文字、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 以下省略。コメントをスキップします。絵文字、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 以下省略。コメントをスキップします。むにゃむにゃ。むにゃむにゃ。ブロック。アルビンイコールアルビン。地元で言うと、中学の先輩の高橋三成投手を応援しています。高橋三成。嵐か。高橋ですね。一瞬止まった。大量の友沢が襲ってきた。ああ。初めて嵐見たな。俺はかんけん。スワランさんに来ません。消しましょう。嵐いい。熱森さん再開しましょう。絵文字。すいませんね。プレイの。鈴本さんいいですとも。邪魔になるコメントは。ご入れください。お願いします。ミラージナックル、アルビンのスタミナなくなってきましたね。友沢くん、大好き、むにゃむにゃ。ルニャムニャ。夢の中でございます。ドラムさん、ブロックナイス。うっすやろ。得点いきたいよ。うわ、ああ、ズドーン。ここは、ミヤミちゃんの夢の中か。落ちろ、落ちろ。友沢ばかりだな。友沢が襲ってくるぞ、おう。熱森さん、こちらから投げてください。逃げろ、おう。来た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 、あと1点取れば。特殊能力、だいぶ安定する。ブロック丸。みなみ可愛いな、おい、絵文字。皆さん何歳くらいですか。鋼かな。うわぁ、友沢の群れが、ああ。草の出してきましょう。パチ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 。夢の中まで友沢のこととか、みなみヤンデレかよ、わら。ヤンデレ。スクリューとあれ、ここは、馬場倉君と山口さんは。高橋三成じゃなくてコーナーですよ。あ、コーナーなってるぐらい、確定ホームランを。あつ森まで行きましょうや。ずっとあれ。そう、いいの。戻してくれ、ええ。うわぁ。もうスプリット。あれ。スプリットいいですとも、鈴本さん、あつ森シュート解析、ね、グロいエフェクトになっただけ。スプリットスクリュー。頼むぞ。フォアボールでも OK。OK。そしてやべえ。矢部秋雄スクリュー。うわぁ、今の打ちたかったね。見と釣りきます。俺さ、大丈夫博士のおかげで記憶取り戻してきたよ。記憶を取り戻す。宮城ちゃん、実は君は洗濯機の中にあるんですね。マキシマム、そのままプレーに入ってアウト。なんでババクロ君と山口さんがないの。菅野より田口の方が勝ってるっていう、ね、わら。補給ミス、熱森さんに行きます。ミラージローゼルジュ投げます。うわぁ、ズドーン。まず勝つことが大事。戻ってきたか。君は、バワクロ君と付き合う。こんな機会使わんでよかったやないかい。カーブでボール球投げてから、牛尾さん冗談がむやみに言うもんじゃないですよ。大丈夫だよな、牛尾さんの三眼。矢部のメガネ外すと3の目になってるかな。3の目になってる。可能性はあるな。菅野は強いけど、キーになる試合で勝てない。菅野なー、キーになる試合で勝てないのは、打線が打たないから。鈴本さん、ロゼルージュだけでも、キーになる試合で、1失点とか2失点とか。結構菅野さん頑張ってんだけどね。オッケーオッケーオッケー。どうします？カーブでアウト取りますか。おーまた、この流れか。OK。それはホログラムだよ、山口。
バワクロ君と月会、これに続くのは付き合う。熱森さん、山本スキル投げます。カーブ投げてまた離れレベル1の能力と大丈夫変わるなぁ。大丈夫変わる。岩佐が前半戦の力戻った。バカ。今年の巨人は打線がつながらない。辻元さんいいですとの。だいぶ高いんですよね。バワクロ君と付き合ってはいけない。3番4番5番は結構つながってる気がするけど、今日も熱戦期待しています。いや、これは牛尾さんがからかってるだけだよ。ポリポリピッチャー変わってるだと思う。ミラー綺麗。ドロップでもあれだよな、野手も引っ張っていってこそのエースだよな。これで最後ですかね。今年セ・リーグ初のショート首位打者来るかな。違う、俺はからかっていない。コーナさん、今シーズン2年目のジンクスに打ち当たってる。マジかー、フォークやられた。1点取りたい。1点取って安定点入れたい。みやみちゃん、牛尾さん、あんまりしつこいと嫌われますよ。いやいや、パワクロ君、みやびやかは友沢君と付き合ってるからダメだよ。巨人ファン的にはギャレットどうなの。ギャレットだいぶ活躍してると思うけど。熱森さん、バワテスナックル投げます。バワテスのエフェクトのナックル。オッケーオッケーオッケー。あ、そうだ、福谷さんがいる。頑張って最後まで行ってください。ウィス頑張ります。ありがとうございます。鈴本さん、それチートやな。頼む。うわぁ、そんなことしないって。まあ、ふんわってたのに、現実に戻ったんだな。球遅かったね。今来ました。あ、いらっしゃい。バワクロ君は黙っていろ。スタンガンビリビリ。やめて。今来ました。コンカー。バワクロ君が付き合いたくてもダメ。牛尾さんも純粋な子供の夢の中に。マジで怖え。今日の生放送何時までですか。今日の生放送ね、ギャレットはカープファンから見たらそこまで怖くないけど、ベースファンはめっちゃ怖いと思う。俺関連体質なんで意味無いっすよ。怖い。ダメだとすると綺麗なナックルです。この世であなたの愛を手に入れるの。やめてくな、本気すぎて笑。ナイス。マジナイス。ホログラムにどうしようと。ギャレット 3-0 発期待してた人いたろうに。いや、今の時代20本打てばもう十分じゃないですか。こんなにね、飛ばないボールになったんだから。オッケー、阪神でかい。頼むぞ頼むぞ、ダブルスコア。マジ怖えわ。マキシマムとギャレット似てるな、わら。マリンボールは手汗だけど、パワテスボールはどうやって光ってるんだろうか。手汗だから、俺はそんなこと考えてないって。よっしゃー、ダブルスコア。あんまりからかわないでよ。ポリポリ泣きそう。イケボだいいんじゃね。まあ年俸的にはね、そうですね。多分太陽光。まあ25本は行ってほしいな。ライト見つめて忘れない。ああ、謎が解けてゆく。懐かしいな、謎。この世であなたの、あ、間違えた。4番ジョーンズ、5番マギー、今考えたらすごい。最悪。太陽光なのか、わら。ちょ待って、マジもう。間違えた、おう、バックスラッシュ。嘘だろ。はっ。出た、ボタン連打。ボタン連打。ドラミさん、今中学生で野球少年なんですけど、スクリュー覚えています。なんてことを。この時代に 4-0 本打つとか、筒もどうなってんだ。本当だよ、おう、バックスラッシュ。ドラミさん、私を殺して、おう、バックスラッシュ。マジか。また、ダブルスコアだったんですね、わら。ダブルスコアだったんですよ。怖かった、ほんと。カブレラの180メートル弾はいつ見てもすごい。カブレラ。カブレラのホームランすごいっすね。もうダメだ。おしまいだ。まあ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 、オッケーオッケー。富尾ですかね。富尾いきます。ドラミさん、私を犯して。なん。ちょっと疲れてますね。
なんか後ろに山口がいそうだけどいいや。やべえわ。阪神2年目ブラゼルはすごかった。オッケー。クレセットムーンはどうなってるかわからない。特に昼、夜はわかるけど。こんばんは。どうなってるんだ。あ、こんばんは。疲れてますね。マートンはいろんな意味で怖かった。記憶取り戻してかな。バーティオ君、友沢君がかっこいいからだね。ライジングショットもエフェクトも謎ですね。いやもう、どのエフェクトも謎ですね。こんな感じかな。バンドさんと草野とハンダが、まあ、熱いよね。いる。阪神に、こんなこと書いたな。いやー、やべも総力下げたの、マジ痛いぞ。マートン。お疲れさんにも、ウロンさん、オーバックスラッシュ。よし、ちょっとトイレ行きます。いやいや、俺はそんな否定野郎じゃないよ。ポリポリ、もう言わないでくれ。アクセント、アクセント。ライジングショットは何色だっけ？やばい、親が勉強しろってうるさい、鼓膜破れそう。マリンボールの手汗がけしか説明できるものがない。カープには、昔ルイスというめっちゃ強いピッチャーがいてな。一見がくちゃくかな？緑だったかな。まあ、パワプロ君元気出せよ。やはり、マー君育成は、呪われている。俺は落ちますね。また見れないというか黄金伝説終わるっぽいですね。マリンボール絶対滑るだろ。牛尾さん、何言ってるんですか。よし、戻ってきました。よし、やってるぞ。宮城ちゃんと付き合えなくてもいいじゃないか。フォード、ベンチ、コンラッド。運命のルーレット回して。太陽光じゃない、太陽光便利かな。だから、しつこいですよ。よし、オッケー。何でしたっけ？三振君。三と付き合う。ないか、じゃあ、友沢君かっこいいから。マイコラス今年は典型的な外国人になった。去年は優しそうだったのに。マイコラス太陽光便利すぎるぞ。あ、そうか、ダメ。こいつ。マイコラスは、俺をメンタル殺害するつもりなのか。今年はね、なんかガンを出してきましたよね。まあ、それもありだと思うけどな。黄金伝説終わるっぽいですね。そっち集中しますんで落ちますね。了解です。黄金伝説終わっちゃうんだ。そっかー、もう番組も結構交代しますね。山口さんのサムネの大西かわいい。ちょっと待って。巨人はなかなか性格きつい外人が多い。てかその理論だとマリンボールルール違反だな。マリンボールがルール違反。メンチ開幕3連戦、三振とフライのみ。バワプロ君の気持ちは分かったから。あ、大西に言っときます。ひとまず三振3つ。あかん。ちょっと真面目に口封じを考えないと。今日のワンコ。30分間連続速素振りはきつかった。なぜなの、こんなに、幸いせいなノーミー。フォークを捉えられた。手汗ボールは反則ですが。手汗ボールは確かに反則。ここですね、ポイントね。しかし、私はホログラムだよ。どうするんだい。ホログラム。ここからが本番ですね。ここからっすね。いやいや、そんなこと考えてないよ。ポリポリ、牛尾さんもやめてくださいよ。もうやめてくれ、ET-D。よっしゃ、オッケー。山口さんのサムネの山口さんもイケメンでなんか和むで、わら。イケメンで和むで？バワクロ君じゃ、記憶を無理やり植え付けるこの機会をあげるよ。しょうがないな。ドラミさんにブロックしてもらおうかな。今日のワンコ、ね、というか巨人はゴンザレスぐらいシンガーホールトンが良かった何ですかこれ。ワンツー今来ました。お、今来た。いらっしゃい。牛尾さん、パワクロ君逮捕してください。かわいい。満足。P、アクセント、アクセント、P。なんとか抑えましたね。犬種なんですか。スクリプトはトークより打ちやすいと思う。今年もあるかね。チンプレイ、コープレイ。チンプレイ、コープレイ、面白いですよね。満足。そんなことよりうどん食べたい。山口何をした。
ワンワン言ってますよ。ワンワン言ってる。今来た。ちょっと待ってね。こんばんは。ちょっと見てきます。アンダーソンよ、どこ行ったガキ。いい感じですか。この機会でみやびちゃんに嫌な記憶を与えて、それを出しにすれば。うんちっちうんちっち。いぐってますね。小型犬は大型犬より吠えるってほんと。はい、すいません、戻ってきました。で、わら、いす、みー、ガラスの少年時代を、破天が胸へと突き刺さる。なんてなんて？ババクロくんが友沢くんにかなうこと。え？小型犬は、これはまた新たなブロック対象候補が。結構ね、チャンネル登録しました。ダックスフンドって、昔チンプレイ阪神のコーナーあって悲しか。なので、板金にかなりいいですね。山口とババクロを逮捕しろ、セキュリティ。ババクロくん鈴本から通報があった。あ、チャンネル登録ありがとうございます。帰ってまいりました、星野でございます。星野でございます。ないよね、顔も野球もボロ負けさ。ポリポリ、そんなことよりイケボすぎて有名気ですね。イケボなんか山口のが。いや、本当元気っすね。セキュリティ元気で。はは、ポリポリ、いい限りっすわ。セペラに期待した俺がバカだった。クソ、逃げるぞババクロくん。大砲を帰ってきました。お、お帰りなさい。ふてだ、なんでこんなことに。サザエでございます。サザエでございます。ダルシア、わら、お魚くわえたわら。とりあえず逃げるか。とりあえず鈴本あっちから追うんだ。1点だけ飛んだ。00でございますと書いてあったらサザエさん口調になってしまう。犬が PS4 におしっこしてぶっ壊れたらどうします。犬、いやー、それはおしっこかけられるようなところ。チンプレイ、コープレイ、星野、プレステーション、次に星野、そして宇野。オッケー、紹介ご用のアビアン。一点だけ取りましょう。あった。成長の速さ。僕らの愛の花咲きかそうよ。苦しいことばっかりじゃないから。あれからずっとやってます。下柳の切れるやっこ面白い。今日はゲーム三昧ですね。何時までやるのを。一応ね、どうしたんだよ。滝のお守り、これが最後ということで。大西からもらった飛行船がある。今日は考えてますね。成長したことあったのかな。逃げるぞ。なんで三塁ランナー変えんなかった。ね、とりあえず1点だけで、で、複数得点しないために、ランナーを散歩しないと、うん、しないって聞いたんですけど、本当ですか。え、散歩しないと。現行犯死刑にしてくれる。いや、我が家のワンコは、はい、もうちゃんとトイレは、それ禁止カード、トイレでできますよ。うろろ。チンプレー、下柳、行ったぞ。ちゃんとトイレしてくれますよ。下柳、いいキャラしてたな。B ホール乗って追ってます、牛尾隊長。友沢くんが一番。三振3つだもんな。ハートをミーが食っちゃない。よし、オッケー。もう一気クリアですね。自動操作が怖い。そう、自動操作が怖い。なので、なるべく、鈴本打て、A。ランナーを溜めないようにね。しないといけないですね。アルフレッドストーム4買ったので、やりたいのですが、ドラミさんの生放送に目が離せない。お、ありがとうございます。本物の宮城ちゃん、今日かでや、打つ。野球マスクの投手能力やばかったが、後ろがリーゴインズ、わら。ナイス、友達の犬にかわいすぎて通いたい、わら。いいわ、ね。お、通えばいいじゃないですか。やっぱり俺に歯丸いチャンスか。なんちって。言ってる自分が情ねえ。逃がすな。ホワイトドラゴン。近鉄、ナイス、ナイス、阪急。画質いい、ドラミ三子。あらいちゃん、バキュー。バキュー。よかったよかった。犬はカンより人の家のをめでたい。お、山内さん、グルメライズよりオメガとトリッシュで束縛するのですよ。一中一緒なんでね。変化に気づくから。パワフェス僕も始めます。いいね、お、パワフェス始める。いいっすね。嫌だ、そんなゲッツーおじさん。ぶっ飛ばしたもう5月クリアしてるんで。何も、ヤブモンの投手能力がついている。近鉄バファローズ好き。さあ、押さえ。座るとドリフトして構って。ナイスー。てくる。ともず。いいっすね、15対1。ホログラムだから無理だよ。抵抗早めな。松崎がストレート狙いですよね。これはでかい。ババクロくん。松崎はね、嫌なお知らせが一つ。全力ストレート打たない方がいいかも。ほんとよく勝ち残ったな。
ビーボールは空を飛べる強制スピードワールドのセット発動。点差、わら。これやばいんじゃない、矢部くん。守備では足を引っ張るのに。ガソリン切れ、P、アクセント、アクセント、P。150キロのボールを食らえ。150キロのボール。3、3対4。ね、守備では足引っ張るのに打つんすよ。やばい山口さんの打ちでした。決勝戦、矢部くん抜きとか、マジか。男矢部ルートやな。2011年の巨人阪神開幕戦 17-3。バンドだけで試合して。大号を。バンドだけで試合とか。なんでや阪神関係ないやろ。負けフラグやないですか。なんでや阪神関係ないやろ。阪神関係ないやろ。来た来た来たのえマイナスイ。高速スライダーレベル2に行っとくのも怖えな。レベル2かな。ドガーン。どうなんだろう。やべえがいない。ガイアがいないのはやべえ。もう生きがいがない。でなんで逮捕なの、鈴本。Bリーグ面白かったですよ。Bリーグ面白かった。現実にメジャーの重野がいたらどうなるだろう。打力強さだけ取っとこうか。マー君ってツーシームなかったっけ。マー君ツーシームありますね。カメハメ波打つか。ガイアがいないな。これは決勝 3-3-4 かな。な、反感。3-3-4、なんで阪神関係ないやろ。バントだけで試合して。バントだけで試合ね。まあ、やります。やりたいっすね。わらな、夢よ。嘘だろ。お願い。俺のターン、ドロー。俺は、トラップを3枚セット、ターンエンド。ターンエンド。モブじゃ決勝は危ない。やばいっすね。北川の代打逆転さよなら満塁優勝決定ホールラン感動しますよね。仕上がり取りてえな。あんた誰。まあ、いっか、いけるか。攻めの反対は、強打者取ろうか。鈴本さん、チェーンバーンデッキかな。犬飼いたい、猫もいい。攻めの反対は、雅が猫に見つければお金が浮く。よーし。細かいとこ言うと、弾道2にした方がいいと思う。弾道2か。弾道2もありだけどね。変な機械を雅ちゃんにセットミスい。まあ、逮捕しとこ。9時3分逮捕だ。名推理発動。かなマー君には、デスボールという折り線がある。サインマイナス。収束取っとこうか。とりあえず156キロ。弾道は上げとく？トイレから帰ってきました。弾道いらなくねえか。何の容疑なんだよ。バントだけで試合して、お願い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 。バントだけで達人の守りで。ビルに勝ったら見逃して。なんで攻めの反対は、っていう質問で笑ったんですか、ニヤニヤ。2003年の日本シリーズは好きすぎる阪神大栄。ポッキー面白い。ガチ鑑賞配信始めたみたいです。お、マジか。マー君が抑えるしかない。ダブルスコア来たら終わりですね。にゃんにゃん。見に来たいっすね。すべてのアクセント、P、繰り返してて。よーし、やってくぜ。弾道いらない。鈴本レベルを言え。人間不信になりそう。こんばんはっす、たくまです。ありがとう、わがまちゃん。本当にありがとう。33のありがとう、ヤダマちゃん。愛してる。バント試合して。うっせぇ。ビデオをやったことないんだよ。カードなんて燃やしてやる。8。誰で。なんでや、阪神関係ないやろ。なんでや、阪神関係ないやろ。2005年のシリーズ、冊子。白い霧事件。5。ちょっと待ってね。33対4。って言いたかっただけです。わら。いや、バンドさんですね。カードが1号枚墓地で生き出たカードは、わがま出れた。わがま出れた。来たぜ。来た。僕がやったら勝ちましたよ、弱いだけど。次回、しげのゴロを再現。来た、カード燃えろ。勝つだけで。阪神関係ないやろ。よし、勝ったらぜ。なんでや、阪神関係ないやろ。マジ、阪神かわいそうだな。ロッテとの日本シリーズ部活で遅れてしまいました。お、遅れてきた。すいません。お疲れ様です。有竹の夢をかき集め、ヒット3本ラッキーですね。きたきた。猫耳みやびを召喚。阪神はいろいろとネタが多すぎる。よし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 。小池正明の引退試合の2打席連続ホームランはマジ泣いたわ。ヒット3本ラッキーだ。ライフを2000払って、有竹の夢をコメントをかき集め、エロー。何週目？負ける規制天地元やし。何週目？今4週目っすね。負けるわけにはいかん。カズは。ラジルエクストリオ。
なんでや阪神関係ないやろ。集中していきます。なんでやべ違いないの。2年契約じゃなかったでしたっけ。やべくんのメガネが修理。ナイス。テスト1週間前だから部活ないぜ。山口さんリレリストだったのか、わら。巨大化2枚発動。キャッチャーは原口やろ。オッケー。あとはマー君が抑えるだけ。あとはマー君が抑えるだけ。今日部活で怪我しました。怪我大丈夫？会食席にひび入ってそうです。ナイス。ひび入ってる。今度今まで作った選手紹介してください。選手紹介。テンションがおかしくなった。それもありだな。わら頑張ってください。この後選手紹介しますか。ストレート速い。わらババクロも163キロ。高評価ボタン2回も押しました。2回も押したら早すじゃないか。オッケー、ショートゴロ頼むぞ。現実ではインテリアードデッキ使ってます。もうやってみどうぞ。伸びがあると全然違うですね。伸び A の163キロはやる。やばく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 。ニュース速報邪魔。バカなのか。199年野村監督人金100番円なり。やっていくぜ。なんか大谷みたい。163キロ。確かに。ダイレクトアンカーアーク。334で勝て。山口さんインテルノイドいいっすね。ABC ドラゴンデッキ使ってましたわ。わら。バトルフィラー発動。なんでや阪神関係ないやろ。なんでや阪神関係ないやろ。ババクロに懲役21年を命じる。やべ、集中で集中治療室症。男やべや。普通で集中治療室。ニュース速報マジでビビる。わら。ですよね、最初マジでビビる。レーダーやるやん。俺は試合に集中します。シルカー。チャンネル登録ボタン1、2回押したよ。わら。エンド。ドラミさん面白いから、チャンネル登録2回押しました。面白い、ありがとうございます。俺も集中治療室行くかもしれないです。集中治療室。久方と滝本ってライバルでしたっけ。久方と滝本はライバルだったっけ。バクられた、わら。いやー。見てよ。まあ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 。久方2段モーションでボークだろ、わら。僕コントロールいい夢ね。ギリギリ大丈夫ですね。山口と鈴本何やってんの。なーにやっちゃってんのは。デュエル。デュエル、スタンバイ。宮宮は集中治療室で言えない。次回、上の次。ハンドはハードなスポーツだからね。あれはやばいわ。ゆっくり直して、お大事に。ハンドはね。さらにトラック発動。気をつけてください。無限化やインソフ発動。矢野の引退試合。打てよ。打ちまーす。どうしたいんですか。2点だな、ここ。次回進。2点欲しい。3点はいらない。意味不明じゃー。危ない。次回。なんでや阪神関係ないやろ。打撃はできるが、守備のできない日野が内野安打。ちょっと鈴本さん、これ次回進。おう。ちゃんとチャンネル登録と高評価1回ずつ押しときました。お、1回ずつありがとうございます。1回ずつありがとう。山口さんやばいぞ。エクストリオで全部行こう。でも一応キャプテンなので部活休めないです。わら。よーし、火つけきりや。4点取れ。エクストリオ忘れないでね。あとは勝つだけ。初見さんいらっしゃい。ナイスラッキング。よしいい感じいいペースできてますね。今来ました。ラクさんのチャンネル名変わってました。変わってた。来ますよ。なんだ。気になるぞ。日音と三大音に注意やで山口さん。ジェッツあかんぜ。俺のターン。次回新ハイロン三大音を特殊召喚。ガッツボーク。200点取って勝ってください。チャンネル登録しときます。3点差っすね。これは絶対。即答、牛を集中治療室に搬送。なぜヤーベンがセンター。ヤーベンセンター。ドラミさん、これ何週目ですか。わら。これね、4週目です。経過まさかの4週目。33点取って、4点取られてください。なんでや。死んだ。阪神関係ない。次回は誰作りますか。フォーク。やる、中込み。次回も頑張っていきたいっすわ。チャンネル登録しときます。お、登録ありがとうございます。次回は山口ですね。なんでや阪神関係ないやろ。速攻はつもり集中治療室搬送。あ、つもりだ。チャンネル登録を4回高評価を2回低評価を3回押しときました。何週目。大丈夫じゃなかった。あ、OK、大丈夫。宮城ちゃんそれだった。
テンションいつもより高いっすね。うわ、打ちますよ。テンションね。ようやくの。田中球速速ない。いいペースで来てるんで。次回は、334時代の阪神の選手で、わら。好きなプロ野球選手って誰ですか？誰だ？速攻、牛を意識取り戻すも記憶を一部忘れている模様。オッケー。何やら生ハンカングが流行りましたが、117で勝ってください、セブンイレブン。すごーい。ドラミさんってスピリットを意地でも、こいつって言いますよね。2球ランナーは絶対に返したらな。速攻、高畑優香集中治療室内装。ドラミさんもさすがに声が疲れてますね。声が疲れてる。やったね。かもしれない。修学旅行前に響って運悪いですよね。わら。いやーマジ。球速1億3キロって大谷みたいですね。大谷ですねこれね。呪文。取ってよ。球速すぎやろ。オッケー。ハイロンの効果発動。ライフ差のダメージエンド。次回は山田哲人お願いします。山田哲人。それで宮城ちゃんはあの話を忘れてくれる。金本を肩は初期値で作ってほしい。金本肩初期値。だってシンカーみたいなボールなかったって。ドラミさんの名前のよしきたってなんですか。いないっすか。アイテムで急速上げてるの。ドラえもんは好きなんですよ。最初自殺とか言ってたのにめでたしめでたし。あの日のがとっ。よっしゃー。日のがエラーしないだと。やっぱりマー君はダメダメな楽天に戻るべき。日のがエラーしないんだと。あ、バワクロ君がミヤミと付き合いたいっていうの。あれ、ちょっと無理があるよね。ドラミさん、こんばんは。オッケー、こんばんは。ドラミさんなんか歌ったって。歌う。僕もパワークロしたい。歌いながらパワークロしてやってる人います。あ、そうそう。山口逮捕完了。ナイスホームラン。スプリットフォークは嬉しい。これはめっちゃ嬉しい。超えるな。あ、ミヤミちゃんまでからかわないでよ。なんでや。バワテスでドラえもん作って逮捕された。フォークかと思った。スプリットドラミさん歌って。いやー抑えた。自殺って何。みやびが自殺。あーハンダ頼むぞ。よしオッケー。お前は日野ではない。山口さん何やってんの。フォークは打てるけどスプリットは無理。何やってんの。スプリットねガチで難しいっすよね。自殺するの。ここのコメントカオスだな。実は、みやびちゃんは、多重人格なんだ。ちょっと待ってね、集中します。歌いながらって、で、マルモンさんみたい。生放送これからもしてください。生放送一つ忘れてることがある君は自爆してた模様。頼むぞ。うん、厳しい。オッケー。落ち着こう。違う。落ち着きます。山口さん、悪ふざけばっかりダメですよ。OK。スプリットって見てわかるけど、どうしても反応が遅れる。違わない。スプリットわかります。ナイフが超えるな。いいね。悪夢のような現実が待っていました。ポテサラ食いたい。自殺って嘘だよね。いや、ちょっと待て、お前待て。坂田で、フォアボールってマジか、おい。いやー、もう投球が下手なんすわ。あ、視聴者出てた？ありがとうございます。盛り上がってきましたね。嘘でしょ。切れとった。嘘でしょ。どこの藤川と村田だよ。アウトコースギリギリのスプリット。まさかの投げは抜ける。ツーベース。一塁ランナー帰ってくる。オッケー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 。来てる来てる来てる。打たれすぎや。みやびちゃん眠れ。ほんま打たれすぎや。ガスマスク着用。うせやろ。またこの流れ。面白くなってきました。明日もしますか。パワーポイントがあればやります。山内誰がライフ800と言ったライフは400だ。ライティングを着込んだ。つまり君はデビキュラで自爆。ネットジェット。スライダーじゃない。激圧展開。やられた。今視聴者200人ですよ。この流れになるたびに俺はメンタルをえぐられるんだが。ちょっと待ってね。スプリットを待って強振確定ホームランはめっちゃ気持ちいい。これが秋山阪神。あ、よかったね。できない。頼むぞ。テンションの高い時のドラミさんはできなし。目指せ視聴者334人。厳しいね。視聴者200ね。いい試合ですね。自分もツイッターで友達にドラミさんの動画を見るように呼びかけてます。
待って、ありがとうございます。プレゼント企画に出してください。お願いします。なんて？ルー伝える。なんでやねん。なんでや、阪神関係ないやろ。阪神関係ないやろ。ぶっ飛ばした。ぶっ飛ばす。もうぶっ飛ばすしかない。俺の CQC でみやびちゃんを気絶させる。いったー。いったりや。判断もいったりや。ナイスホームラン。いらっしゃいませ。オッケーオッケーオッケー。いらっしゃいませ。番長さんいいですね。番長さんナイス。くたばれみやびちゃん。よっしゃ、キャハンダフォアボールでかいぞこれ。CQC って何？ランダ戦、おう、バックスラッシュ。いやー、マジランダ戦。山内さん、CQC できたんか、わら。アプリのパワプロやってますか？アプリのパワプロやってないっす。山内、すでに貴様は死んでる。絶対に勝ってください。頑張ります。インコースのストレート振らん方がいいな。ヘビ。ヘビ！オッケー、ナイス！もう何がどうなってるんだ。CQC って、護身術で人を気絶させるものじゃなくね。CQC？ 地元ハンダが外野なんて弱すぎる。守備面だけ。そうなんですよ。守備が。パワプロ欲しい。パワプロ欲しい。CQC はまあ格闘技みたいなやつ。楽しいっすよ。ここフォアボールだったら最高。いやー、強振いけっかな。ドラミさんの動画は持ってなくても見れます。勝て、ええ。そうなんだ。勝ちたい！ TTT は何の略でしょう？勝ちたい！しっかりと決めよう。ちゃんと決めよう。経済協力協定ですよね。深呼吸しよう。環太平洋パートナーシップ。これでみやびちゃんの記憶をぶっ飛ばす。正解はトイレットペーパー。トイレットペーパーマジか。いや、2点差。2点差でいい。来た。2点差でいいよ。マー君。か弱い女の子にそんなことしていいの。山口さんの株下がるよ。2点差でいいわ。小高ちゃんが。よっしゃー！今、レイちゃん意外性発動してましたっけ。牛尾会長山口が捕獲しました。うまいな。ニュース、わら。もうそれなりに下がってるような。もうニュース、全く見てない。意識戻る。集中しすぎてニュースが見てないです。あかんねん。頼む。よっしゃー、ついに決勝戦の壁突破。2日ぶり。あざー。あー、この壁突破した。私の強敵よりもみやびちゃんの命の方が大切に決まってる。551の豚まん。頭が意外性発動せず、フェンスのお外に持っていくなんてすごい。いや、よかった。チャンスピン発動してたからね。持ってきました。しおめでとうございます。ドラミさん、田中作る気ないでしょ、わら。おめでとう。ますよ。ナイスゲーム。ありがとうございます。334で勝ったな。ありがとうございます。白目。なんで阪神関係ないやろ。阪神関係ないやろ。勉強してきます。お、行ってらっしゃい。こんばんは。勉強頑張ってね。試合に全く集中できてなかったけど、おめでとうございます。やった。尾形監督、あとは勝つだけ。まだこれからだ。ありがとうございます。これ何周目ですか皆様。551の歌が4周目、まさかの4周目。 RR。 さあさあさあ、なんとしてもクリアですね。どこに住んでるんですか。クリア目指しますわ。北陸に住んでます。これで山口とパワプロタイム完了。仕事終わりました。次は田中宏を作ってみてください。誰にしますかね。あとこの記憶を埋めつける機会で私の評価を上げてやる。ラストゲームリベンジャーズに負ける確率は 33.4% か。コメントをスキップします。マジで。え、何これ、何このイベント。どうしようかな。コメントをスキップします。コメントスキップ、山口大砲。ちょっと待ってね。コメントをスキップします。緩急なるか、対強打者の準備 OK です。551があると、キー。矢部のレベルがまた下がるのか。オッケー。熱盛山盛り。テリスタンバイですが。なんでや、阪神関係ないやろ。メンバーは誰かな。懲役24年命じる。テリ伸びで、ええ。熱盛さん、このアナウンサークリにならないんですね。なんでコメントスキップされんの。コメントスキップはね、コメントがつな、次回はエラーしない日の作って、連続で流れすぎると、
やめきたー。ちょっと初戦帝王に撃沈してきました。わら広島日本一待ったなし。よし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 。次回は山口信じてみる。446もう今の俺には失うものがない、思い切ってリベンジャーズをフルボー、いや全力で倒そう。551がないとき、ヘリコプター部隊出動。熱盛をノーヒットノーランでお願いします。ノーヒットノーラン。強打者レベル1、わら。山口は蹴りから落とされた。前に崖から落ちて死にかけたので高所恐怖症です。高所恐怖症。551があるとき、みやびちゃん、怖いなら一緒に行ってあげよう。エラーしない日のは日のじゃない。334、よし。山口を撃ち落とせ。みやびさん現地合流しますから。プロ野球見てますか。泡盛登場。熱盛わら。山口関東版の時は集中だが、エラーしてこその日のツーシームを忘れるな。お好み焼きを取るの忘れるところって。ツーシーム、あーツーモーリー。ツーシーム取りますか。高所は怖い。結構ポイント必要だな。551の到来許してくれない。高速シンカーとか。もうそれでいい気がする。まあ、リリース丸も発足しとこうか。そんな急速なんやろ。ですか。なかなかシンカーっぽい球あるでしょ。シンカーっぽい球ありますよね。高速シンカー。尻上がりになっても、尻がるな奴にはなりたくないものだ。タコマサのたこ焼き。こつが、わら。誰を戻りました。お、おかえりなさい。アーチ2ももうリリー。夏井、あつ森試合終わったら、偉い人に呼び出されるだろうな。リベンジャーズ、勝負だ。ハンナさんは、後で、逆転勝負。必ず勝たなきゃいけない。やべえ。マキシマムと、相手のベンチお願いします。マキシマムかな。ようやく最終戦ですね。相手のベンチ、いい勇敢弱くね。もし、みやびちゃんが出なかったら、ベンチで一緒に見ないか。ダルビッシュホームラン打ちましたね。アベンジャーズ。いいね、あ、め、ま。ノーヒットノーランでお願いします。ノーヒットノーランでお願いします。俺にはもう野球しかないんだ。悪いな、リベンジャーズに1分をすべてぶつけさせてもらう。そうっすね。リベンジャーズに1分をすべてぶつけさせてもらおう。なんとも言えないメンツで、勝ち進んでこれましたね。なんとも言えないメンツ。滝本。結構打撃いいっすよ。滝本出さないんですか。やばー。マキシマムの方がいいかな。付き合いたい。ババクロ君勝利。金原一番安定。キャプテンのメンタルケアですね。ライクを変わらない。やばい。この二人やばいっすね。3回6失点で無念の降板。他、河本以外。安定の金原。大丈夫かな。あ、いいです。みやびちゃんいる。やっぱり完全試合でお願いします。絶対勝ってる。頑張りますわ。キバ君いる。パピオンいる。なんでそういう流れに。パピオンキモ。よーし、行くぜ。本当はみやびちゃんが付き合いたかったんだよね。高速スライダーレベル4。典型的なリベンジャーズだな。典型的なリベンジャーズ。いた。551で勝ってな。なんだと。みやびちゃん、ねじ伏せてやる。オッケー。あ、日のナイス。熱性は自分がエースで4番になりたがりだ。出れないかな。エースで4番になりたがり。のう。佐渡田内も応援してますよ。さすがに応援してる。それ勝たないとな。敵だけど頑張れ。牛尾さん、それは勝たなきゃダメだ。素晴らしいゲームだったと胸を張れます。オッケー、三振。パピオンよろしくですぞ。パピオンによろしく。ね。あかーだと、キモって言われたお母さん。キモがエラーしないな。あつ森さんだけには、いたせーん。アベンジャーズのパピオンはただの天才。アウトコーススライダー。みやびが、バワクロ君と付き合いたい。そんなバカな、わら。日野が取った。あつ森さんよろしく。キャプテン、私を抑えてみせよ。コメントをスキップします。熱性さん、出たいです。コメントをスキップします。やっちまった。やっちまいましたね。いくないくな声でな。カーブあったっけ。もうダメか。男やべ。あさーん。甘ーい。ダメだ。あ、終わった。これはあかん。胸圧シュートホームランした時は気持ちよかった。ロッキー。小山さん、死に固めで出るかもしれませんね。お願いします。一番打たれちゃいけない人に。死に固め来るかもしれません。あつ森のホームランはやべ。あさーん。行ってくれ。すべてオッケー。すべてならオッケー。
筋力と技術ポイントを稼ぎつつ、男やべ強いわ。ナイス。パワー75だった。そんなにでかい声出して家族に何にも言われませんね。あでかい声。申し訳ない。記憶を削ってテンションが上がると声が上がる。セックス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 。あ、ちょっと待ってくださいね。下ネタ発言は。見に来てやったぞ。ご遠慮してます。宿題しなきゃ。音がずれが。また、ブロック対象候補が。あつ森ムカつくなぁ。ああ、みやびちゃんの恋も終わりかな。あつ森落とせ。みやびちゃんの記憶は。超ファインプレイじゃねえか、おい。戻る。下ネタやめてください。さあ、バンドさん。こうなれば、みんなにあつ森さんをめったうちに。よっしゃあ、すいません。すいません。超えるな。すいません。あら、死になる。うるさくてすいません。頭が。キャプテンやめちくり。うるさくてごめんなさい。勝てるのか。バンドナイス。さすがやべでんさんだ。痛い。ドラミさんのブロック丸発動。コメントをスキップします。ナイバッチ。いい感じ、いい感じ。来たー。ナイバッチありがとうございます。ナイバッチ。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ナイス。来てる来てる来てる。うわー。ここ来てやったぞ。ならないとは。あつ森さん。どういうことだ？パチ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 。いい試合になりそう。他力本願なのが情けない。他力本願。パピオンに任せたい。パチ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 。あざす。いやあ。まだいけますよ。まだいける。まだまだいける。変化球でアウト取りたいですね。来てやったぞ。お、いらっしゃい。ああ。みやびちゃんの記憶が。よし、オッケー。あつ森試合終わったら偉い人たちに呼び出されるんだろうな。呼び出されるんだろうな、いいよ。さあさあさあ、ホームラン。もうリベンジャーズになってるなんて、わら。ダワクロは、もうちょいマウンドでの物理法則をなんとかしてほしい。物理法則。まだライオンに打たれた方が。ボールが遅くなる。でも、恋はまだ続きそうだが。球早いな。いやあれ、ここは。頑張れ。熱盛シュートだった。頑張ります。ひとまず変化球でアウトですね。バワクロくんって待つじゃない。筋力ポイントも欲しいから、まあストレートでアウトも取っていきたい。ストレートでアウト取りますか。泡盛。あ、変化球で三振 OK。 これ OK。 三振は筋力ポイントを5ポイント稼げるんでね、美味しいですね。さあ次こそ打たれない。あ、帽子に隠れてるだけですよ。ポリポリ。次こそ打たれない。泡盛。うわマジか。みやびちゃん、友沢とパワクロくんどっちが好きかな。まあまあまあ、一つ合わせてみます。勝ってくださいね。ミス頑張ります。勝ちます。髪の毛もみんな未来。ローボールヒッターなんだよな。セックス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 。ちょっと待ってくださいね。やけたって、登場の時のやつ変わらないんだ。わら。セックス未来。でもさっきブロックしたんだけどな。もうやめてくれ。あれ、ブロックされたのでは。下ネタやめろよ。え、同じ方ですか。もしかして違う方をブロックしちゃった。アカウント変えてきやがった。アカウント変えてきやがった。何のこと。みやびやかは野球一筋だよ。風間の能力やばい。おーい、やめて。確かにあつ森さん級早いな。自分も早くなりたい。サブアカ、わら。おいおい、わら。負けたら罰ゲーム。サブアカ勝ちたいっすね。いやもう間違えた方をブロックしちゃったかと思って。びっくりしちゃいましたね。近鉄。これが最後なんだから、全身全霊で勝ってください。ミス頑張ります。微妙に違うアカウントを使ってきたのか。違う人ブロックしたのじゃ。違う人ブロックか、マジでごめんなさい、本当。アカウント変わってた。それは申し訳ない。アカウント変えてまで、荒らしたいとか、犯罪者ですね、もはや。バワクロくんがみやびちゃん好きだって。そこまでして。いろんなアカウント持ってんな、わら。下ネタ発言は即ブロックしましょう。生き返れ、田中。ナイスヒット。え、そうなの、バワクロくん。さすが男やで。確かに。あれだろ、違う人してたら、もっと早く下ネタコムしてだろ。セックス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 。また来たよ。また来そう、わら。おーい。また。またかよ。友人としてだよ。
またアカウント変えてきやがった。また来た。あ、ここまで来たらその根性に驚きだわ。すごいよ、どんだけあんの。またか、みやびちゃんの裏の顔。そんなバカな。また変えたのか。そんなにやらしたいのが気じゃねえんだから。そこまでしてやらすなら違うことしたらどうですか。何個サブアカ持ってるの。わら、世界平和に報告しときました。ブロックされるためだけにやらしに来る人、コメントをスキップします。よーし、オッケー。三振。アカウント多い。キノクンエラーがなかったら最強なのに。わら、コメントをスキップします。いい根性してんな。3ホーマー、バンドル2ホーマー、バンドル2ホーマー、勝ちだが。あ、ありがとうございます。本当にうざいんだよね。また来たのかよ。わら、どんだけセッマルスしてえんだよ。まああれは気違いだからな。地味にミネアツシュートホームラン。任せてよかったわ。なんかあっさり終わったな。ミネアツシュートホームラン。なんで野球のゲームで下ネタが出るんだ。おかしいだろ。ガスか。確かに。パチ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 。これ野球ゲームだな。最後三振で締めると気持ちいい。パチ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 。最後ストレートのストレートでの三振はめっちゃ気持ちいい。お疲れ様。やっぱりストレートはいいボールですね。してるわ。終わったんだ、見てなかった。わら。やべえべ。やりました。30分間で3回ブロックされる人。いやー、田中来ましたね。お疲れ様。ようやくですわ。変なコメント来るから、今日は見るのやめるわ。よーし、300発の嵐とか意味わかんねえ。マジでいらない。空振り三振。ゲットで下ネタのせいでドラミさんが負けたら俺らが容赦しねえ。容赦しねえ。やめ、かっこ悪い。でも方が多いぞ。最後の八続きだな。矢部くん定番の空振りじゃない疑惑。わら、矢部くんのちゃん言葉レベルだ。おめでとさん。困るぞこれ。嵐のせいでドラミさんの生放送集中できませんでした。残念。おしゃちなの瞬足にも書き落としたね。矢部くんレベルダウン不可避。長かった。長かったっすね、田中。田中会が長かった。コメントをスキップします。ありがとうございます。みやびちゃんの裏の顔ですね。子供すぎ。今のステータスを見せないなんてゲームなら親切の一言。嵐のせいで最後見られなかった。笑。回復のアイテムは使ったけど。スタミナコントロール S 頼む。スタミナコントロール S いけるかな。こんなにやり直したんでしょうでしょう。団長軍団の奴隷として。います。かわいそう。県大会決勝で負けました。4対2で。ある意味それが嵐の狙いなのかも。パワクロ君、でアクセント。みんなみんな申し訳なかったです。また明日も来ます。ありがとうございます。マジで殺されたいのかな。さ、能力どんな感じになりましたかね。みやびちゃん。S いける ?551 があると、キー。S いけるね。お前はまず補給どうにかしなさい。高速進化と言いますか。毎回下ネタでますよね。おかしいだろ。みやびちゃん大丈夫か。これで通信の代わりになりませんか。エロだけで集中治療室に運ばれるっていう。みやびちゃん。コメントをスキップします。これで通信扱いになりませんかね。初めてドラミさんの生放送を見ました。面白かったです。あ、ありがとうございます。自他省略。コメントをスキップします。あつ森くん、ちょっと会議室に来てもらおうか。あれ、一家33対4だった。コメントをスキップします。うん、33対4。選手紹介待ってます。テンポもあるかな。あ、テンポもある。無理か。なんでや阪神関係ないやろ。なんてや阪神関係ないやろ。明日は山田哲人にしましょう。怪我しにくさとどうかな。誰、山田哲人は、ね、誰にも当てはまんないんだけど。総力。総力上げたいっすね。クロスファイアーは、山田哲人はもう作ったよ。体当たりなんでや阪神関係ないやろ絵文字。いや、総力上げとくか。次はきっと山ぬ。明日は誰ですか。筋力が足りない。明日は誰ですか。明日誰にしようかな。次はパピオン。パピオン。作ったんですか。ちょっとまた考えてみます。おめでとうございます。ようやくですね。ようやくですね。横田作って。な、反感は呪文。誰だって。なんでや阪神関係ないやろ。え、田中山でしょ。理性を取り戻せた。田中山。知りませんでした。いずれ聖絵文字とかわら。じゃあアンケート。すいません。コメントをスキップします。ツイッターの方でね、アンケート取るんで、そのアンケート候補のコメント。マイライフやってください。お願いします。明日はジータ尾形監督。ジータか。パピオン。ジータ大号月。明日は何時頃ですか。明日はね、夜8時頃になると思いますね。明日は334時代の阪神の選手やろ。青いちゃんで
まあ誰でもいいので頑張ってくださいね。青い筒子を。青い筒。筒子を作った。アンケートでしなやか雅を。しなやか雅。金玉ポイントの使いどころに困る。あ、間違えた。谷繁お願いします。谷繁。監督現役時代でもおもろそうやな。山口さんかな。ええ、ロッドは。松井。A ロット。A ロット。A ロットありだな。ローズ。みやびちゃん記憶取り戻した。ローズ。きっと山口さんだよ、9案。大谷。長かった、おめでとうございます。コメントをスキップします。大谷。山口さん以外なら誰でもいいです。山口さん以外なら誰でもいい。コメントをスキップします。マジで？バース。バース。コメントをスキップします。アリアス。楽しみ。ジャクソン。田中君介。福本豊。パワークロー。福本遠いか。二刀流が見たい。でもこの前。藤浪。この前作りましたからね。スタンガン最大を、プラエー。三浦全盛期は。三浦全盛期。山口さん以外なら誰でもいいか略。一二、ね、球団監督現役時代再現。ちょっとタイム。桑田。野村。ちょっとタイム。糸川端慎吾は。川端か。あ、待て。まだやってたんだ。まだやってた。ようやくクリアっすね。大谷。誕生日何だ ?11 月の1日。俺は大変体質なんだよ、おう。バト、チーズ。ミイラ。よしよしよし。ビリリ。ドドリアさん。ランディ・ジョンソン。はもちろん。前世紀の藤川球児。バレンティン。藤川球児。フリーザ。なんだっけ、あれ。いっぱい守備位置できる人。じゃあ、ライフルパワークロックにバーン。最強のモブ作ってください。最強のモブ。バース。最強のモブか。明日は田中山だもんね。約束したから。お帰りなさい。黒田。田中山君。ドラミさん。え？ドラミさん。幽閉の二刀流とか。ドラミ弱いっすよ。田中だっけ？山田。金城。榎本喜八。これいいっすね。マイよっしゃー、できたー。立浪。できたー。コーナーは。田辺山だよ。スプリットの変化力。ドラミさんいいですね。木村拓也。ドラえもん作ってほしい。アウトクの数は11で。中田翔。160キロ SS。来たこれ。ユーティリティプレイヤーで。小笠原は。ユーティリティプレイヤー。元巨人の木村拓は。パチ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 。木村拓もいいよね。おめでとうございます。強いな。ありがとうございます。MM。山口作ってください。ね、山口。何でもしますから。杖。すごい。いい感じですね、コメントをスキップします。来たぞ、これ。村田兆治。もういっそのこと、メッシと勝ち取ってほしいでしょう。ダウンロードお願いします。コメントをスキップします。パワーポイントいただけると。すごい、わら。生放送もついてなくて、ね、お願いします。CC はね、高速進化で代用してますね。山口さん来るなら、大西の方がいいか略。バッキー。オッケー、オッケー。いい感じでできたぞ。オッケーオッケー。大西くんか。大西くんもありだな。まあ、キレ取れなかったね。中畑清志もありだな。清原和博とか、翔。清原。行ってしまった。清原もありですね。そっか。じゃあ今まで作った選手見ましょうか。もう一周はもうない。明日こそ約束を守って、今度作る詐欺を天井してください。山口は原国か。じゃあ明日はサクセスキャラですね。サクセスキャラの、アンケート取ります。左投げの方がいいんですか。清原。俺なんて、いない方がいいよね。オッケーオッケー。なんかシリーズものしてほしい。ラミちゃん。シリーズ二刀流シリーズ。桑田。二刀流も久しぶりに作りたいですよね。明日もうまく頑張ってください。バレンティン。じゃあ、しなやかみやびを。デスパイア。巨人大砲卵焼き。巨人大砲。神楽坂。田中山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 田中から出て。いでも、星野戦。山口さんも埋葬します。しなやかみやびを。まあね、幽閉の二刀流みたい。埋葬します。幽閉もありっすね。もう失敗作多すぎ。マイケン。160キロ AA。みやびちゃん二択誰も助けてくれない。神高もちろん野手能力も。マー君ついに来たよ。デスパツエー。強化かザナギ。マジマー君の数が多い。パワーナンバー打ってもいいですか。皆さんこのパピオンに1票をお願いします。
武生、頼みますわ。高橋由伸、お声のお声、ゴジラ松井。みやびちゃんは前々回ぐらいのやつがみやびちゃんの覚醒版ですよ。新大谷、ムキムキみやびちゃん、書いた中山に投票をお願いいたします。まあ、サクセスキャラっすかね。俺は山口好きですよ。ツイッターの方でやるんでね。いい人だったよ、あの人は。みやびちゃんは友沢かパワクロ君かで悩むのが一番いいな。北慶戦慶戦竜兵の二刀流とかどうです。山田、しなやかみやびがいい。山口さんが好き、助けるとは言っていない。アマダーはどうですか。小アマダーって誰だ。覚醒山口、わかった。田中だっけ。古田強いな、こう見ると。古田強いっすね。スターナーター、やあ、まあ君の名は大谷。コメントをスキップします。友沢、しなやかみやびを。それだったら友沢でしょ。古田ね、キャッチャーへなかなかつけられなかったね。キャッチャーへつけてほしい。つけたかったんですけどね。高いしんなちゃん作ったからええやん。古田はやっぱキャッチャー A つけて欲しかった。本気のグリーンウェル。あのみやびちゃんも十分今や、いやマッチョだが。コメントをスキップします。コメントをスキップします。竜兵の二刀流。クルーズがいいと思う。フィルダーは、クルーズがいい。ワンシーム白山しかない。赤松正人作って。すごい惜しかったんですよね、これね。筋力確か18歳になって。石川拓実さんも、俺だ俺を。糸井。オーレース、高木。社長まさかの外野転向。ただのびっくりマーク。男やべ。みやびちゃん、しなやかなみやびちゃんってどんな能力を期待してるの。社長まさかの外野転向。グリーンウェル。山田勝美。赤星ですね、前回作った。作ってくれないとこの動画荒らしますよ。荒らす。そういえば、今日のギャレットには痺れましたね。指導よりも。コメントをスキップ。ギャレットの後でホームラン見たいな。山本浩二さんで。見ましょうか。柳田、松田、今宮。誰作ります。金森、厚森、葵ちゃん、野茂秀夫。ごめんなさい、冗談です。長女一やな。黄金伝説終わる。さよならホームラン、もうデスパイネなんて必要ないやろ。アンケート取りますよ。コメントをスキップしません。まあ、山口、パワー以外 S 生徳いっぱい。ミスター00シリーズお願いいたします。ちょっとパワーしなやかみやびちゃん能力パワー100。しなやかオンドルセク、わらオンドルセ ク, ルセク約束守ってねー。最高傑作傑作教えてください。最高傑作は赤星かな。それでそこそこな。さっきの赤星だ。いや、しなやかです。最高でしたかね、はい、以下省略。誰つこうかな。コメントをスキップします。しなやかみやび、次は朱雀ですよ、わらわら。コメントをスキップします。あつ森、あつ森、しなやかみやびを、あつ森もあるじゃね。551の豚まん、コメントをスキップします。了解っす。僕を、コメントをスキップしてでも思ったか。ムキムキじいさん作ってほしいな、うんうんうん、パーピーオン、あつ森ってあつ森面白そうっすね。パピオン、こんちわっす。パピオンもありっすね。ルーチマイライフやってください。カザナギもある。おじいさんね、わら。あつ森さんは、投手あつ森さんですか、それとも外野手あつ森さんですか。以下省略。田中に一票、わら。コメントをスキップをスキップします。さんつけ忘れた。スザク大好きなのだ、わらわら。スザク大好き。明星。若彼氏田中まさる。投手あつ森がいいかな。コメントをスキップするとでも思ったか。風なぎは何でもありやで、強化版とか言ったら胸圧シュートの再現どうします。田中山さん、胸圧シュートの再現は高速シュートっすかね。黄金伝説終わりました。黄金伝説終わっちゃったか。コメントをスキップします。役に作らない、熱性さん良いですね。亀山つとむ、結構キャラクターいるな。風なぎ、クソみやび、おえマサルさんはレジェンド。マサルさんレジェンド。胸圧シュート王は X シュートですかね。高速シュートっすよね、やっぱね。コメントを見て、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。クラビトン。マジ痩せすぎ。じゃあまあ、こんな感じかな。20以上になったから、見栄えが良くなった。じゃあアンケートこの中から、今出た中から。じゃないかな。ルーチさんがどうかしましたか。選んでいただきます。コメントをスキップをしようと思いました。藤井正雄。補給 G の日野くん。草野の存在感。コメントをスキップします。みやびちゃんじゃないよ、クソみやびの方だよ。コメントをスキップします。
あつ森作りのついでに折り線つけてほしい。立川さんいいっすね。みやびちゃん、二刀流ガッツいけそう。作るにしても、割と近い回にすでに作ってるから次は、だいぶ後になる以下省略。みやびちゃんはね、ちょっと申し訳ないけど次、もうちょっと経ってからかな。やっぱ風薙の生徳バケモン。風薙の生徳ね。日野くんもあれだね。立川いいね。バケモン。しなやかみやびに清き一票。日野くんもありだな。立川ちゃんに一票。立川ちゃんに一票。いつからアンケートします。アンケートツイッターの方でね、こうやってみたら知らないキャラばっかりだ。結構いますよね、キャラクターね。いつも不定期で動画上げてるの。呼吸 S の日野くん。8時。夜8時を締め切りにしようかな。夜8時からやるから。コメントをスキップするデータにロックがかかりました。山口、うん、立川、大西の誰かを。キバは、やっぱりいいね。スザク一択ですね。二刀流か野手です。野手ですね。以外に運の幸子さんで。エラーしない日野は日野じゃない。厳しいっすわ。コメントをスキップします。はい、それじゃあ、この辺で。シュートをベースに、天下2キレ4球速1クラスして、エフェクトつけると再現できる。じゃあ一応締め切ろうかな。一応名前出たんでね。この辺っすね。しなやかみやびに清き1票。大豪月。大豪月。オッケー、大豪月までで一応締めます。なあ、やっぱり。みやびはこの前作ってもらったからいいや。終わりか。オッケーオッケー、結構出たね、名前。12以上出てる。じゃあ、独断と偏見で、この中から、ツイッター、ちょっと、ね、お疲れ様でした。選択肢選ばし、お疲れ様でした。じゃあ、アンケートお願いします。黄金伝説終わって悲しい。悲しい。コメントをスキップします。それじゃあ、お願いします。4000コメントいってるし。お疲れ様でした。4200コメント。ありがとうございました。パチ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 。じゃあ、もう長い間、本当ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。中山一押しだよね。お疲れ。それじゃあ皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。バイバイ。お疲れ。